はい、こんにちは。今日はですね、室内センチネルのね、立ち回りを、解説して解体していきたいと思います。まあなんか最近すごい戦場にリンクが少ないんで、まあそれは、まあ、仕方がないんですけど、まあおかげでセンチネルがあんまりできてないんで、まあ皆さん、まあ、リンクを、ね、できるだけ撒いてくださいと。で、案の定、まあ、最初はね、まあ、あんまりセンチネル使う気なかったんで、まあ、どうせリンクなくなるだろうなと思ったんで、まあ、使う気なかったんですけど、とにかくここが取りたかったと。ここを、いっちゃん上ですよね。ここをいっちゃん上を取れば、リンクを巻いてね、ここからこのまま、こう、ワンステップ、ツーステップでいけるんですよ。まあ、こっからこう来て、この屋根で少し様子見して、この上から入れる。で、こっからこっちも入れるみたいな。で、まあ、この上も、ここもね、いいんだけど、ここは、1回、2回、3枚いけるみたいな感じで、まあ、3ステップをこう乗り越えないと、この中に入れないから、まあ、どっちかというと、ここを取るのが一番いい。で、ここの対策としては、まあ、ここがいいかな、みたいな感じで覚えてもらえばいいと思います。まあ、最初スカウトで、スカウトっていうか、路地で、ここを取りたい人はね、で、まあ、最初は組んで巻いて、まあ効果艇を呼びますと。とにかくあの上に乗りたいので呼びますと。で、あれ何してんだこいつと思って、この人、あ、じゃあもうこの人の乗って、まあこの人を信じて乗ってこうみたいな感じで乗してもらいました。で、この車があったんで、まあ自分の効果艇かなり遅いだろうなと思って、まあこの人の効果艇にね、乗った方がいいなと思って。ありがたいね、こうやって上に自分で行ってくれる人は。で、相手もこうやって来たから、まあここで降りるのは微妙かな。落ちちゃうかもしれないね、この下に。で、まあ、もうちょい行って降りたんだけど、案の定この真正面に出たと。こいつまだ上見てんだよね。上見てるけど、まあ、絶対こっち気づくから、もう一発、これ一発外して、まあ、なんとか一発当てて死んで、まあ、カバーをもらおう。で、味方のカバーが見事に入ったと。まあ、カバーが入って、まあ、相手が死んだらそれはいいんだ。で、まだリンクが少ないから、まあ、もう一回船出そうかなと思ったけど、上とリバー成功してるっぽかったから、まあ、とにかく下のリンクを増やそうと。開幕のリンクの少なさで負けるのが一番虚しいので、とにかくリンクを巻こうかなみたいな感じで行ったんですけど、こいつがいたんだよね。こんなとこにいるとは思わなかったんだよね、俺も。で、あ、なんだこいつと。あ、コアルカスで握ってるのは、こうやってコアルカスを握って、この、なんて言うんだろうな。こっちの扉に、で、入れて、コアルカス削ってから、ショットガンで暴れたかったんだけど、まさかこんなとこに、スライディングしてくるとは思わなかったから、鉢合わせだよ、もう本当に。なんか、パン加えてる女の子と、ね、その男の子レベルで鉢合ったから、今ちょうど感度100にしてたんだよね。あ、感度100の練習をしてたから、まあ、当たんなかった。返り討ち、もうこれ全く無駄ですね。無駄な位置です。で、完全にもう中がもう敵に支配されてるので、で、多分このリンクはもう上のだろうなと思って、で、ここでアレックスヘビーマシンガンを取り出しました。で、まあ、ちょうどこの上なんで、とてもありがたいですね。ここの上取れてるのは。で、一旦こっちの屋根の上に降りて、コアルカスを握ったんですけど、この人がね、リンク巻いてる。まあ、リンク巻いてるまで見えなかったけど、ああ、敵がいるなと思ったから、もう一回やめて、で、もう一回、コアルカスを握り直してから、ここね、グレネード使わない人いるんだけど、いや、使った方がいいよね。いきなりね、なんか発射し出す人いるんだけど、まずコアルカスを握ってから、こんな感じで、そうすると、打ち出せる。で、打ち出す前に爆発しないんだよ。爆発したら1、2、3、4人。こいつはちょっと多分食らってないけど、コアロカスのおかげで1、2、3、4人は食らってる。で、こんな感じで、ウォロロロと。
暗い暗い、死ね死ねみたいな感じで。 で、ここで一旦まあ、発射やめて、まあ、ここのね、まあ、発熱管理をして、で、クラスト。で、ああ、めっちゃ飛んだ、めっちゃ飛んだ。ちょっと待て待て待て。おい、戻れ。戻らんか。よしよし。あ、こうか。で、ここで中に入ってもよかったんだけど、この時点で中に入ってもよかったんだけど、さらに後ろを取ろうっていうのは、この時点で誰もこっち見てなかったんで、ここの敵にし、ここの味方にしか、ね、敵が視線が行ってないんだ。で、多分スキャナーもこれ見てないなと。こんなめちゃくちゃだったら多分ね、見えてるけど、ま、多分真後ろにいても多分認知できないんじゃないかなと。多分スキャナーに映ってもこれバレねえなと思って、この時点で多分2、3人にはバレてるんだよ。で、こいつにもバレたし、まあ、スキャナーには映ってるんだけど、映ってないなって自分の姿。そう、じゃあもっと裏取りいけるわと思って、まあ、これ一旦こんな牽制で投げといて、で、リロード挟んで、で、まあ、ちょっとここで様子見したのは、これ様子見してるっしょ。ただね、まだ入ってないな、まだここってね、入り口の外側なんですよね、ここ。で、味方がここにいるんで、多分味方は、ここの階段にいるなと思って、ここってことは多分外側なんだよ。で、まだ行かないです。ほらね、今見てたでしょ。ここ多分外なんだよ。中じゃないから。で、今ここ、ああ、また飛んだ。これ飛ぶな。こっか。で、めっちゃ外にいるから、あ、まだだなーって。で、ここで味方が 見えたから、もうこのタイミングだなと思って、飛び込んだ瞬間に、味方もしっかり入ってきてくれて、ちょうどピンポイントのタイミングで入れた。で、こんな感じで、まあ、一層だよな。まあ、こんなことされちゃたまんないよね。戦地で裏取り来られたら、たまんない。で、味方のね、戦、あの、いっぱい入ってきてたけど、センチネルが見当たらなかった。一人しかいなかったから、ああ、これもずっと俺センチやってればいいかなっていう判断で、やってます。で、ここ、外に出るべきじゃなかったかな。ここで待ち構えたかったんだけど、で、まあ一人あれはもうカバー行ってくれるんじゃねえかなと思って。で、ここで、この上を取られてるので、上から来る敵を、まあ、ここで待とうかなみたいな。でね、ここ何を持ってたんだっけ？忘れたな。まあまあ上から。で、ここだ。こうなってる時点でも落ちてるってわかるんだよね。あ、これも来るわと思って、で、もう完全に見てますね。感度100なんであんま合わないですけど、こんな感じで。ここなんですよ。あー、また飛んだ。ファック。飛ぶなー。こっか。これは、なんとか味方と撃ち合って殺した。で、もう一人なんだけど、ここに移ったから、で、2人目落ちてきたことには気づかなかった。もうこいつにしか集中してなかったから。で、殺してこの時点で、あ、いるなって思うんだよ。あ、いたと思って合わせて、で、さらにこいつが降ってくるのまでは予想してなかったというか、もうこれが来たら対処できないから、もうプロトセンチネルを来てる時点でもうこいつ殺せばいいやと。でもこいつが入ってくるんだよ、ガーって。入ってきてかなりエイムがぶれて、さらにこいつまで落ちてきて、もうめちゃくちゃなんだけど、で、ここでなんとか、まあまあ、これもアレックスの強みでしょ。もう打ち合って、勝って、あ、もうこれももうやばいと思ったけど、もう間に合わない。これも死んだ。で、ここは、まあ、ネームドだったんで、まあ、支援要請出せるなら出しとこうと思って、注射を待ってます。で、これ注射をさせてもらったはずだよな。あ、注射させてもらって、なんだっけ、あー、もうこんなに、あ、もうこれ、もうさっき2人見えて、1、2、3、4、5人見えて、多分この辺は、この2人は追ってくるなって予想がつけれたので、さらに1人追ってきたと、もうこの時点6人追ってきてると。で、多分物量では負けるなと思って、で、こんなとこでね、打ち合いしても意味ないんですよね。あ、キル取ったんだけど、なんでキル取ったかっていうと、ヘビマシの、あれなんですよ。
特徴っていうか、まあ普通なんだけど、この丸い点、この1点を相手のね、まあ、胴体に、これ常に相手にぶつけてるっしょ、この1点。そうするともうラストも腹にこの1点を、まあ、集中させて、まあ、キル取ってますね。で、でここにいた、さっきいた2人っていうのはどこに行ったんだろうなと思ったんだけど、多分今こうやってる時に多分ガレミリが見えたはずなんだよな。あ、そう、このガレミリがね、あのこのカポックさんっていうプレイヤーなんだと思うけど、あの高架艇、さっきさ俺が開幕乗ってった時にこの人さ、高架艇で このガレミリだったんだよね。ガレミリかガレアサかちょっと分かんないけど、で、あのその前になんだっけ、あ、そう、俺がこの辺にいた時もこの人が近く、あのこっから出てきて牛殺してた時もガレミリだった。でさっきここに敵がいた2人多分降りて、もうこの人が見えたから、でこのキルログがもう流れたから、あ、もうこの人が撃ち殺したんだなと思って、安心してます。で、裏かなと思ったけど、まあこの上にいたと。この上をやりに来たかったけど、もうどんどん来たから、あ、突っ込め突っ込めみたいな感じで、あ、ここはもう力技ですね。ゴリ押しゴリ押しがね、ここでこのすぐ振り向けばよかったんだけど、あ、来てるとは思わなかった。ブリーチアサルト強えな、そう思うと。で、多分味方に戦地が少ないだろうと思ったので、まだ戦地に起きてますと。で、ここでアサルトヘビーマシンガンに持ち替えてたんだな、なんでだろうか。で、戦場に出ますと。これ味方がやってくれると思ったけど、なかなかやれなかったんだ。で、こんなとこでね、打ち合いしても意味ないんですよ。こう上からさ、こんな一点ですぐ逃げられるんだよね。で、こっちもさ、全身さらしてるから、こんなとこで不毛の打ち合いをして意味がないので、で、まあ、こんな感じでもうコアロカスで牽制すればいいかな、みたいな。で、どっちかちょっと本命はこっちなんですよね。あ、こっちはダメだなって思った敵が、で、こっちもプロトセンチいるしね。この階段降りたら、でもそう思った敵はもうこっちから来るんで、こうスタスタスタってこっちから来る。だからどっちかっていうとこっちをね、警戒してるんだよね。で、なんて言うんだろうな、このポジションってこっちも見れるしこっちも見れるからめちゃくちゃ強いんだよね。で、あ、またこのカッポロックさんがいるなみたいな感じで思ったんで、またこの人がガレミリ来てるんで、M1 ロカスのグリ、あのあれが流れたんで、あ、やったんだなみたいな感じで、でこのロカスはミスったけど、こんなとこに投げても意味がないんだけど、まあ、爆発して敵のシールドを削れたんじゃねえかなみたいな感じで、いや、あんまりここから来る敵はあんま気にしてなかった。やっぱり来たんだよ、やっぱりこっちから。ああ、もうこっちはもうプロトセンチが見てるからもうダメだなと思って、で見てるなって思ったから、まあ、多分こっちから来ないだろうなっていうのは予想ついてたので、まあ、こっちから来る敵をやってますと。なんでアサルトヘビーマシンガンに変えたかっていうと、アサルトヘビーならこの射程も多分全然いけるんですよ。この左の上も見れるし、このまっすぐも見れるしみたいな感じで、アサルトヘビーですね。すごい削れるでしょ。で、ここで、まあ、飛び出さず、まあ味方がリペアついてくれるてるっぽいから、ついでまたコアラカスこうやって握ってるから、あ、やばいやばいと思って、で逃げました。で味方の戦地が行ってくれるっぽいので、まあ、この人多分死ぬだろうなと思って、まあ、死んだ後行けばいいかなでぴったり行ったんすけど、これもう2方向から撃たれてたので、もうね、この行ったんだけど、もうもう3人に1234、もうこれは無理でしょうみたいな感じで、まあ撃ち殺されてます。
で、多分ね、このリンクダメだなって思ったんですよ。もう一人ね、さっき俺が打たれてたやつと、もうこの左上から1、2、2人、こっから入ってくるやつ。で、1、2、3のこの正面突破組がもういるので、もう7人室内に来たらこのリンクは多分消えるなと思う。もう諦め半ばで、まあ、もうやっぱ潰されたわ。まあ、こっから、どうしよっかなみたいな感じで、まあ、ショットガンか、なんかで行くかみたいな感じで持ってたんですけど、これも確か壊されたんだよね。ほら今日壊されて、みんなは開いたからもうなんかなくなっちゃったんだよね。で、シアリューから湧こうと思ったんだけど、この人がね、また上を取ってくれてるっぽいから、この人を信じて、しかもマスドラに変えたのって、ここからやりたかったんですよね、俺。ここから殺したかったので、マスドラに変えました。このマップは取られたらマスドラめちゃくちゃ強いんで。で、この人は上のリンクをすごいこまめに消してくれてるんで、ああ、なんかリンク撒いてくれねえなと思いながら待ってます。で、このリンクを撒いてくれたんで、この人多分もうリンク撒かないなと思って、やっぱり落ちたんだよ。ああ、やっぱ撒かない人なんだなと思って。で、味方のパイソンの、まあ、援護がきつつ。あ、もうこの時点で、まあ、いるなって思ったんで、もう、これはもう、あれですね。もう壁越しの拡散ダメで殺していきます。で、もうここ誰も見てないと。あー、また飛んだ。なんでこんな飛ぶんだ。ここか。で、これで壁越しの拡散で殺して、で、見ておくといいのは、ここで、なんでもいいから見てるっていうのはめちゃくちゃ強いので、まあ、一人はね、ここ見てるといいかもしれない。味方が見てないときは見てあげると、こうやって、すんなり入っていけるんだよね、結局。で、コアロカスを投げてからの、まあ、このマスドラ、来たらもう、たまんないっす。で、一気にもう味方が入りやすい感じになりましたね。で、まあ、急いで中に入る理由もないので、まあ、この人らはね、このくぼみいるやつらをやっていきたいので、コアロカスを握って、で、もう多分ね、こっちにいると危ないなって多分予想したんだろうね。で、まあ、多分ね、この敵はこのストレートから来る、この入ってくる敵を見たかったんだと思う。で、それを予想してなかったから、動くなんて思ってなかったから、形としてはこっち向いてるんだよ。あ、やべえ、いねえと思って、急いでこっちに投げてます。で、まあ、マスドラのゴリ押しで、まあ、なんとか、まあ、2キルして、ここの上に1人いたけど、まあ、どうしよっかなみたいな感じで、で、これで中の制圧は再び完了と。で、補給をして、ジャンプヒットってね、ジャンプヒットの強みなんですけど、また上取られてる。じゃ、ここ乗れるんだよね。あ、失敗してんな。ここ乗れて、大体、敵ってね、コンクリートの壁を挟んでよくいるので、こうやって、もう、こんなんされたらもう敵どうしようもないんで、こうやっていけるわけですよ。で、もう敵も気づき始めたらもう撃ってくるので、もうここは一目散に避難すると。とても卑怯ですけどね。 で、さらに、ここのジャンプヒットの強みは失敗したんですけどね。あ、これなんだっけ。こいつが降りてくるとは思わなかった。あのね、この辺から、こうタタタってかけて、なんていうかな、バスケのね、ダンクシュートみたいな感じで、コアロカス思いっきり投げたら、上の届くんですよね。で、まさかなんかこんなやつがいて、時間取るとは思ってなかった。一瞬でこうやって駆け抜いて、こうやってダンクシュートしたかったんだけど、こうやってジャンプして投げれるので、まあもうこれはもう仕方がないな。で、中がやばそうだったので、再びセンチネル。
アレックスヘビマシ持ち出してますと。だから湧くとこもちょっと 場所分かんなかったから適当に湧いて、まあまあ奥の方安全そうなとこで湧いてたんだけど、まあ案の定敵がいたよね。で敵が焦って暴発させて、でちょもうこの辺もめちゃくちゃなんだよね。湧いて1人2人で残り100、残りも100切ってるんだよ。あーまあきつすぎるんだよね。残りアーマー35なんだよ。で敵が降りてきたけど、あもうこれ下行ったな、下落ちちゃったなと思って、でもうどうしようもない、もうアーマー40になったらこれでもう予備のねコアロカスも、もしかしたらここから来るかもしれないなみたいな、もうこれは運だよな、博打のコアロカスで、まあ当たらず、でちょろっとちょろっと顔を出す。で敵が見てるんだよね。なんでかっていうと、博打のコアロカス終わって、でここにいるんだよね。いるってことは多分もう扉、あの上の扉の前は多分もう、もう敵いるなと思って、ってことは多分もう敵が扉の方しか向いてないなと思ったので、やっぱそうなんだよ。扉の方しか向いてないんだよね。で、あ、やっぱそうだわ、と思って、やらせてもらいました。で、あの、センチネルがいると、あの、こっちを見るとは思ってなかったので、焦って隠れてます。で、この上をね、渡っていくやつが見えたんで、まあ、それはいいかと。で、もうこれはもう負け覚悟で、まあ、どんだけでもダメージ与えればいいかなと思って、もうこれも確定。もうさっきの戦地確定なんで、もうワンチャンやれたらいいんじゃないかなみたいな感じで言ってますね、これは。でまあ敵がねもうコアロカス握ってるんで、ああもうこれ終わったなみたいな感じで言ってます。でコアロカス投げられて、で敵がなんか遅かったんだよね、持ち帰るの。しかもなんかもうアレックス強いんだね、意外と。こんな強いとは思ってなかったから、すごいでしょこの威力。瞬殺したもんね、びっくりした。もうこのタイミングしか逃げるタイミングないなと思って、で、元に戻ってまあなんとかリペアしてくんねえかなみたいな感じで味方のリペアを待ってます。味方のリピアいねえかいねえかみたいな感じで見てるんですけどなかなかいない。で、でこのタイミングで、リピアがつきました。で、リモートを壊して、今壊したおかげでこの人たち死んじゃったんだよ。意外と壊すときは注意しましょうというか、壊しといて何様だみたいな感じあるんですけど、湧いたんだよちょうど。まさか湧くとは思ってなかったから、このどっちかのリンクから2人湧いちゃって、まあ、湧き添えしちゃったんだよね。これ申し訳なかったなで、まあ、こんな不毛の打ち合いするのはもうあれなんで、もう一気に行こうと思って。アレックスの強みって発熱しないんだよ全然、すごいっしょ。で行こうと思ったんだけど、もう後ろからやっぱ来るんだよな、こっから。で一人やって、もう一人をやって、なんとかリフェアしてくんねえかなと思いつつ、まあまあ俺しか前に出るやついねえなと思って、で、味方のカバーをしていくとでもう一人いたから、まあ一人やっていくと。で味方のリフェアが入って、ここなんで打ち負けたんか、あ、打ち負けてないのか。こうじゃなかったか。まあ、一人打ち勝って、もうここ来てるんだよね。二人で一人。もう一人はやろうと思って。で、まあ、打ち合いをして、向こうもリペアついてたけど、アレックスの方が火力高いんだよ。多分向こうもね、アサルトヘビーマシンガンじゃねえかなって思ってたんだけど。でなかなかこの人は入ってこれないんだよね。
で死にました。で、警戒しといてほしいのは、やっぱね、みんながこっち向くときってこっち開いちゃうんだよね、この扉。この入り口が開いちゃうので、やっぱり一人来てるんだよな。もうみんながね、ああ、もういねえな、みたいな感じで。もう安全視したらもういるんだよ、後ろに。ね、これ気づかなかったら、1、2、3、4人もうリモートで吹っ飛ばされてる可能性もある。で、スカウトかな。スカウトなんで瞬殺できました。で、やっぱリモート置いてるんだよね。当分安定したかな。ああ、そうそう、ここで一瞬映って、これ何してんのかなと思ってたんだけど、これ多分ヘリポート上なんだよね。そう、これ CRU 撮ってんのかなと思ったんだけど、こうめっちゃ湧いてるんだよ。あ、これ、あ、最初の方さ、撒いてるやついたなと思って、俺が確かに30とかの時に、ね、一人ヘリポートを渡っていくやつがいたんで、ここにリンクを撒いてるやつがいて、あ、やばいと思って、この5人ぐらいここを渡って、このお裏あの上のね、あの扉から降りてくる可能性があると思って、もう焦って、もうこう追いかけっこというか、なんかどっちが早いでしょうみたいになってんだけど、もうこんなに渡ってきてるんで、なんとか時間稼ぎをしようと思って、コアルカスを投げてます。意外と当たらない。で、一人もう裏に回られて、まあ、危なかった。これは、これはもしかしたら吹き飛ばされてたかもしんないけど。 で、味方が、あ、てか敵が散らばって、あ、これは裏口入ってくんなと思ったんだけど、これ完全に見誤って、まさかまさか向こう側の敵だとは思ってなかった。完全にこの入り口だろうなと思って打ち出してたんだけど、まあ、向こうだった。で、こう、もう一人いたよなと思ったんだけど、こっちにももういなかった。 あれ、どうに行ったのかなみたいな感じで、まあ、うろうろしてるのをしてて、なんとかコーラカスの応酬が続く。打ち合っても意味ないからな、まあ、コアラカスで吹っ飛ばせば、まあ、御の字だろうみたいな感じで。で、ここは突っ込んでますね。で、ここは、まあ、コアラカスミスしちゃって、まあ、味方に頼むしかなかったんですけど。ここはもうゴリ押しですね。アレックスの火力様様というか。ああ、そうか、ここも打ち負けたのか。いや、ブリーチアサルト、この人に2回目やられちゃったんだよな。出た。もう1回ヘビ増しで湧いてるのか。ギリギリ中がなんとか持ってる感じかな。もう崩壊する、崩壊手前なんだけど。で、表口見ようとしたんですけどね、さっき。この上も大変なんですけど、裏口も意外と大変なんですよ、こうやって入ってくるから。で、この人はなんだか、このショットガンっていうか、白兵戦でやってんのか。白兵戦が殺してるんで、あ、もう俺も上見てるだけでいいわと思って。で、上ばっか見てます。割とこっちも見てるんだけどね。で、まあ、センチネルを一人殺して、まあ、コアロカスを、まあ、なんとか投げて、2投目。で、これ、味方がやってくれると思ったんだけど、なかなか見てる人がいなかった。いなくて、まあ、一発殴られたんだよ。何してんだ、こいつ、みたいな思ったんだけど。で、なんだっけ。そうそうそう。ここはもう打ち合いだよな。こんなとこでね、打ち合いしてもほとんど意味がないと思うよな、俺は。ここの斜面で半身隠れてて、向こうもなんか半身隠れてるけど、しかもすぐお互い隠れられるから、ほぼキルにはつながんないよな。もう、2人でセンジネル打ってきてるけどさ、食らってないっしょ。リピアついてない上であんだけ食らわないとなると、もう何、どうやってしたらここ打ち合いが終わるのかわからんで、ね、こっちは引き気味だよな。
まあ、これはもう体力差で負けてます。ヘッショだったら勝ってたけど、まあこんな3人4人5人6人と流れ込まれたらもう受け渡すしかないね。で、ここにねリンクがあったので、あ、じゃあまたこれミンコマ、次はミンコマです。マスドラしかないわと思って、まあなんでミンコマかっていうと、あのミンアサでマスドラもいいんですけど、あのダメージ力がミンコマの方が強いんですよね。なので、しかもミンコマはその後コンバって戦えるっていうのもあるので、案の定やっぱり若干的出てきてるけど、こうやって戦えるんですよ。あのミンコマ、あ、ミンアスだったらボルピスしか持ってないんで、センチネル、こうやってセンチネルをこうやってビビらせて逃げさせるみたいなことはなかなかできないんですよね。でこうやってやばいやばいみたいな感じで敵なってて、あ、これはもう急いで、こうどっちの爆撃か分かんなかったから、どっちも死んでないからすごい怖いんだよね。で少し引いて、ここを拠点として戦おうかなと思ってたので、まあまあどんどん行こうぜ行こうぜつって、まあ打ち合いして、まあ感度100なんで全然合わないんだよな。あ、これなんでこっち向いたかっていうとこれ終わってんなと思って、もう全部終わって、ここに一人パッシブかなんかで映ってるけど、まあ、1人2人3人見てるからいいかと思って打ち合ってんだよ。でさっき1人2人3人見てたやつこいつなんだよね。で殺せなかったから、まあ、俺も戦闘に加わる感じ でこれも仲終わったなと思って、あ、ミンコマ持ってくるまでもなかったかと思って、まあこんな感じで遠方の敵を1人2人となぎ倒しつつで、ここで最後の攻防戦なんだけど、ここで一瞬チラッと見たんだよ。あ、いると思って、で見直して、で1人2人ってもうまたヘリポートから湧いてるわと思って、味方の、多分これ味方のオービーだと思うんだけど、確か味方のオービーで、あ、もうこれもうここからしか来ねえわ敵と思って、もう1人いるけどこれ接敵し合ってるから、これ1人2人多分これがもう最後のラッシュかなと思って、でこのオービー敵だったんだよ。あ、これ敵、味方のオービーであそこで潰すオービーじゃなかったっていう馬判別がついたので、もうここで自分がこのスロープを食い止めるしかないなと思って、まあ時間稼ぎだよね要は。こんな感じで、まあ、1人2人と、まあ、ギリギリの攻防戦が続くわけでまあまあ、敵はこのスロープからしか来ないからな。でここコアロカスが飛んできたから、まあ、逃げて、でなんで下がったかっていうと、こいつじゃねえか、こいつか、こいつがコアロカスを、あ、そう、こいつがコアロカス投げて、あ、こいつコアロカス投げてるってことはもうそこそこ戦えるやつっていうのはまず分かる。でその上でコアロカスも投げられてるからこっちもダメージ食らうわと思って、しかもシールド削れてたんだよねこっち。でももうアーマー入られたら終わりだなと思って、で、少し、防衛線を自分だけ下げました。味方が 1,2,3 で3人このスロープを見てるので、自分はさらに後ろに、次はここを拠点にしようと思って、スロープを今度はこっちを降りられてもここで待てるんでね、あのこっちここで待つと、こ今あのもうこいつとのもうほんと1対1の打ち合いになるので、まあ、せき止めるじゃなくて打ち合いになるので、じゃあ逆に少し下がってここで待つと1対1じゃなくてじゃあせき止めるになるんで、案の定こうやって降りてくる。で、ああ、もういるんだと思って向こうも見てるから、なかなか行けてない。これなんか死んでるけど。向こう下がったっしょ。あ、
いると思って、多分向こうこの人何回か名前見たことあった人だったから、まあ、なかなか手だれなんだろうけど、あ、これマスドラ持ってんのかな、多分なんかそこまでは多分判別つかなかったから、自分もでも向こうがもう多分ビビって逃げたっていうのは分かったから、あ、よし勝ったなと思って、だけど、お、あ、これミサイルだったか、これ多分ね、あの諦めて戦車で遊んでるやつがミサイルで適当に飛ばしてきたやつが当たった。で、最後の攻防戦があるわけです。ここでもうなかったっけ、終わりだったか。ああそうか、ここで3人ぐらい味方の防備が吹っ飛ばしたのかで、これでまあ終わりでしょ。ああ、ここか。ここで最後、本当に最後の、あれが始まるんだ。で、上に今、ちらっと2人見えたから、ああ、もうこれ、もう行っても俺、真正面で打ち合いになるだけだなと思って、向こうも、あの、ここで見てたらまだ分かんなかったけど、まだ分かんなかったんだけど、あの、こっち側で見られたら1回2回って曲がらなきゃいけないんだよね。でこのヘリポートの上からこうやって見られてたらもうどうしようもないので、あ、こっちだなと思って行ったら偶然いたで、まあ敵もこっちから入ってくるしかないだろうみたいな感じはあったんですけど、で、まあこれはまあ真正面から行ってるからまあまあ飛行みたいな感じで、まあ、これでコアルカが飛んできたと思う、あ、そう、コアルカが飛んできて、あ、これ終わったなと思いつつ すっげえ角に逃げて、あ、まあコアルカを回避してる。で、逆にねこっちから、コアルカ層を握って、一緒に顔出してこう投げてあげると、でコアルカ層吹っ飛ばして、もう一人はこれね、あの一人目は飛ばしたんだけど、これ来てたんだよね、投げられてたからこっちも行けなかった。でこれがもうその場にいるかなと思って、ここにコアルカスを投げたら相手死ぬからさ、死ぬかなと思ってたんだけど逃げられたので、ここはもう押し引きだよ、ね、ここも多分敵がね来ないだろうみたいな感じで思ってるんだろうけど、まあ行くわけですよここで。で、あ、ファンみたいになってるでしょ、敵。まさかさ、ここまで詰めて、この一瞬で詰めてくんのみたいな、多分思わないから。いや、だから、敵もこうやって敗北置いてるんで。今、敗北置いてるっしょ、こうやって。ここが勝ち負けの優劣なんだよね。で、敵が、もう、パニックってなんか、もう一回敗北を持ち出して、こうやって持ち出す前に、もう一発も撃ってるんだよ。でそれが功を奏してこうやって打ち勝ってると。まあ一人移ったけど、まあ最後あれだね、見ればいいかなと思ったけど、まあ勝ったのでまあ上々でしょうと。まあいろいろ勝利のために動けるというか、まあこういうマップはすごい特徴的なマップなんで、まあ、意外と簡単なんですよね動くのが。まあこういうことを考えて戦ってみてください。というわけで確か40キルしたのかな、やっぱ40キルしてるんだ。この辺はなんだっけ、この辺はアレックスで裏取りして、でその後も裏取りして、これなんだっけ、あ、これはブリーチアサルトで殺されて、もう一回、注射刺されて、2回、上のヘリポの横の、施設上 でまたブリーチアサルトに殺されて、これもまた一緒だね。でこれはあれか、これミンアサマスドラで、上からコアルカスとマスドラで4人やってってから、あれか、下に回って裏に回って2人、
マスドラで無理やり殺して、まあ、死んで、これはアレックスで4人でまたやって、で最後はミンコマのマスドラかな、でアレックスみたいな感じでしたね。はい、ということで、アレックスの使い方でした。あ、もしよかったら、もしよかったらというか、あ、この間の、逆に子守マップでミンロジで5000ポイント貯め入れたのもあるので、まあ、そっちも解説してもいいんですけど、ということで、ヘコキのアレックスヘビーマシンガンで40キルの、立ち回り解説でした。では、さよなら。ではね。